お疲れ様です。皆さんお久しぶりです。なかなか最近ちょっと動画出て、まああれかな、順番に見てないもんで、久々っていう感じもないんかもしれんけど、なんかこの間もね、たまたま今日かな、友達と喋っとって、なんかいや最近俺も動画撮ってないよって言ったら、いや別に順番に見てねえで知らんわみたいな感じでちょっと言われたんで、ああまあそうかって。ただまあ出てる感覚はあると思うんですけど、まあ俺本当にね、もうかれこれ、ちなみにね、2日3日ぐらい前でそのフィリピンに行っとったんですよ。でまあ向こうでなんかやりたいなみたいなこと前ちょっとちらっと言ったと思うんですけど、ビジネスを、まあそういう流れでちょうど本当にもう1ヶ月何本撮ったかな、その昼間の動画ね、まあそんなぐらいちょっと出てないんですけど、今日はこんな人とは絶対に付き合わない、まあ多分タイトルにはいろんなこと書いてあると思うんですけど、まあよくみんな勘違いしてね、やっぱよく言うのは、要はまあ独立するとかそういうのってコネがないとできんとかどうとか、人間関係をもうちょっと作ってから商売やりたいとかって結構言われる人多いんで、なんか俺はまあそうじゃないしね、俺なんかまあ中卒だもんね、これなんかなかったからさ、まあもちろんただ仕事をしてたから、建設業の中では知り合いはいたから、知り合いいいんじゃない、友達で、まあそれで十分だと思うんで、まあそのこんなやつとはもう付き合う方がいいよっていう話、まあ、結構これ今日ためになると思うんで、ぜひ最後まで聞いてください。あとグッドボタンとね、チャンネル登録も、もう毎回言うけど、本当にチャンネル登録してね、本当に誰がしたとか、グッドボタン誰が押したとか、もう本当に分かんないから、よかったらでいいんで、もうつまんなかったら、何、バットっちゅうのあれでいいんで、ぜひ、なんか押しづらいでしょ。まあ俺毎回言うんであれですけど、まあ本当押しづらいもんだと思うのでね、まあ俺もちょっと一生懸命喋りますんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、じゃあまず一番目に、お金に興味がありすぎる人ってまあ書いたんですけど、まあもちろんね、商売やっていく上でも、従業員で働いとっても何でもそうだと思うんですけど、やっぱお金って重要じゃないですか。で、俺もすごい、まあ数字って言うとかよく言われるんですけど、まあ厳しい。まあ俺よく授業にも言うけど、まあ人を雇っとるって、まあね、授業にもまあはっきり言うけど、まあコストだから、おからしたらね、何百万って払って働いてもらうけど、やっぱ見合う働きをしてもらうわけじゃん。それってまあね、まあわーわー言われるかもしれんけど、まあ俺だけのことじゃなくて、一緒に働いてるね、もう何百人でしょ、その従業員以外にも協力業者さん、外注さん、周りの取引業者だよね。だけど、うちがまあ一つの大きい、まあ町みたいな、村みたいなもんじゃないですか。まあ大した大きい会社じゃないと思うんですけど。でも、もし俺がさ、まあおるだけでいいよ、みたいなさ、人を雇ってて、ああ、ええ、もうしょうがない、お前能力ねえんだで、って言っとったら、会社なんかすぐ潰れちゃうもんね。なんでまあ俺はそのお金に対してすごい真剣にやってるから、お金に対して何興味がありすぎる人って、難しい表現だと思うんですけど、どういうことが言いたいかっていうと、なんていうかな、興味がありすぎる人ってさ、なんていうかな、ちょっと言葉がこれちょっと間違ってるかもしれない、ここ書いてあることがね、例えばまあ俺は金持ちだとする、金持ちなんだけどって言ったらちょっと変わるけどね。まあ、ある程度はね、普通の人、一般の人よりは、まあね、もちろんすごい金持ちいっぱいおるしね、まだまだ俺なんか全然だけど、もちろん。なんつうかな、俺が金持ってるから付き合おうとしてくる人って、まあ、いっぱいおるんですよ。いろんなところで飲み屋行っても、何人どこ行ってもそうだと思う。ね。まあ、男の人でも女の人でもだし。だけど、なんつうかな、そういう人って俺さ、絶対こけると思ってんの。お金だけで人見てるやつって。で、金持ってるやつはみんないい人でもないし、もちろん。お金持ってる人はみんないい人でもみんな悪い人でももちろんないから。同じ人間だからさ、その人間も見んとお金だけ見て付き合う人って俺結構多いと思うんだよね。なんかお金持ちイコール絶対合ってるみたいな態度取る人って、まあこうやってね、まあアンチコメントなんか書くね、もうしょうもないこと書くやつって、そういうやつこそだけど、まあ案外会うとなんか、へへーじゃないですけど、なんか、そういう人、まあ、ちょっと俺今日キレ悪いね、言葉にね、ちょっと久々に喋ってるだけ恥ずかしいわ。で、そういう人、だからもちろんお金のことをすごい大切にしてる人っていいと思うんですけど、その
お金のそれ大切にしてんじゃないよねって、多分自分のことだけ考えてる人かな。あ、だってお金に興味がありすぎる人っていうよりも自分のことにしか興味がない人、他人に興味がない人っていうのかな。もうこれ書き直さなきゃ、ちょっとまた取り直すのめんどくさいで、まあ、ちょっと勘弁してほしいんですけど、うん、まあ本当にまあそうかな。それってお金に興味があるじゃないもんね、うん、確かにそうだよね。例えば経営者でも自分の働いてる社長が自分の給料にしか興味がない、まあ、もちろん俺も自分の給料大切だし、もっと稼ぎたいと思ってるしね、もっと会社を大きくしていきたい、もっと成長させていきたいと思ってるから、やっぱりお金がいるじゃないですか。ただ俺はやっぱついてきてくれた人にね、その銃返ってきてないかもしれない。もちろんみんなが納得してないかしとるか俺は分かんないけど、その俺もこの人、働いてくれてる人たち、協力業者さんたちに、なんちゅうかな、還元じゃないな。俺はまあ一生懸命やってくれ、うん、もちろんそれ当たり前のことだって言って俺本当に言うから。だけどそれに対してやっぱついてきてくれた従業員以外もね、協力業者取る引き先も、うん、適正利益っていうかな。俺の中で適正利益だよ。その相手からしたら俺は適正じゃないって思う人いっぱいいたから、だからやめますとか、ね。まああんたとは取引できんっていう人もおるかもしれんね。また俺の価値観の中でそれが適正だと思ってるから、それだけの働きをしてくださいって、まあ、どんなその建設業者だけじゃないよ。広告会社とかいろんな、まああるじゃん。何でもあるじゃん。その、ね、靴買うでも、まあスーツ買うでもいいや。もうこんな値段払ってお前こんなスーツいらんわ、みたいな人とかいっぱいおるじゃないですか。ああ動画が撮れてるかなってちょっと心配なんだけど、うん、まあそういう人です。まずまああんまり長くなるとあれですけど、まあ本当にね、そういう人は、まあ、自分の上司だろうが先輩だろうが、うん、そういう人と、でも例えばあるじゃん、お金だけじゃなく、自分の先輩はすっごい怖い人で、でも地元ですごい有名だと、でももう自分のことしか考えてないもんで、もういつでも呼び出されて、ああお前みたいな、もうコマみたいに使われる。でもこの人の名前出すとある程度いじめられないしとか、なんかそういうの中学校の時とかってあったでしょ。まあよくあると思うんだ、これ職人の職人の世界のあるあるだと思うんですけど、でそういうやつもいつまでも付き合ってるやつ、だから俺もそういうやつも、まあ付き合ってるやつも好きじゃないし、そういうことする人とも俺も付き合えない。だって俺もビジネスの世界でこれっていっぱいあると思うの。あああの人と付き合っとったらお金の面では得するなって。でもまあいつ呼び出されてもいつ何やってもあの人のなんか言うことは絶対聞かなかんな、みたいな人は、俺はもう本当に付き合わない。うん、付き合わないし、もう付き合ってたらもう多分、もっと成功したっていう人もおるんだけど、俺を見てね。だけど俺は逆だと思うんだよね。そんな人たちと付き合っとって、じゃあその人たちって勝手なことするの好きじゃないから。俺結構今でもそういう話ってもう本当によくあるの。あ、有名人でこういう風で、この業界で、であの人に、ね、すり寄っときゃいい仕事落ちてくるぞみたいな話は一回でもあるんだけど、待って、あ、この人好きになれんなと思ったら俺はまず付き合わない。でその基準がまずそのね、お金にしか興味がないっていうか自分のことしか考えてない人だよね。それまず第一です。ちょっとあんま長くなるとあれだけですけど、はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、これまあ最後ですけど、キレ悪い今も最後来ちゃったんですけど、嘘つき、挨拶できないやつ。まあ俺これさ、よく思うんだけどさ、まあ嘘つきと挨拶できないやつって俺よく似てんなと思うの。うん、まあまあ最初にもちょっと言ったけどさ、まあ自分のことしか考えてないし、なんか人のことバカにしてんだよね、多分。バカにしてるって言ったよ。まあ、ただ大人、僕大人しいだけっていう人も見てているんかもしれんけど、うん、まあ俺そんな言い訳だと思うんだよな、本当に。ただなんか、うん、周りと、接点を持ちたくないっていうか、だからまあさっきのね、なんだった？その、お金に興味がありすぎるって言った時に、うん、自分のことしか考えてない、うん、今日のことしか考えてない、ちょっと同じだと思うの。なんかもう挨拶するとか、まあマジそういう体育会系とかいらないんだけどみたいなやつとかおるんだけど、本当うちで働いてもすぐ辞めさせちゃったけど、辞めさせてないな別に。で今度叩き直せって言ってまあ言ったよね。うん、でまあそのなんつうかな、うん、まあその挨拶できないやつも本当嘘つきなやつも。まあ最初の話とまあ同じだね。あんまり深く話してもしょうがないんだけど、その結局俺はもうこういうことするやつって、あの嘘つきでもそのいい嘘、うん、まあいい嘘っていうかお世辞みたいな嘘もあるでしょ、うん、なんかじゃあまあもう俺がちょっと例えば A さんのことが好きじゃないと、でも嫌いじゃない、うん、でまあ今日ちょっとねおしゃれしてると、
では何々くんって言ってね、今日ちょっと珍しい服着とるねって、うん、かっこいいやんみたいなね、やけど、まあ、俺は着たくねえなみたいなのもあるじゃんそう、この服は着たくないなみたいな、うん、だけどまあかっこいいじゃんっていろいろあるもんね。俺にとでも俺は着ないなって別にまあいう言葉はまああえて言わないだけで、でもそいつからとってかっこいいと思うし、いやそれかもうダセえなと思ったら、うん、いやお前それダセえぞやめとけだったら俺は多分言うけど、あ別に悪くないんじゃないって、俺は着ないけどなっていうのって多分あると思うんですよね。でそういうものを言うって、俺お世辞っていう完全なこのねごますりみたいなのはちょっと違うと思うんですけど、やっぱな、なんちゅうの、コミュニケーション力ってその、なんちゅうの、なんでもそう、石でもなんでもぶつかるときに潤滑油みたいなのがいるじゃないですか。だから俺、話すことってすごい大事だと思うんだよな、だって挨拶とかって。だってなんか、まあ、いつもね、おはようって来るやつがさ、まあ俺なんか本当に多分俺一番自信があるね。会社で一番声ね、張り上げて、おはようって会社来るんですけど。だけど、もし俺がさ、あーって言って、ね、行く、まあ、単純に昨日飲みすぎただけでパーって入ってってさ、挨拶もしんと入ってったら、あ社長なんかあったんかな、嫌なことあったんかな、え、なんかあんまり社長に今日喋りかけん方がいいかなとか、変に気遣わせるじゃん。だから、なんちゅうかな、やっぱ周りのこと考えたら挨拶なんか自然と出てくるもんだろうし、あ今日も元気に出てきたなって俺思うだけでさ、やっぱ俺も人雇ってる以上は、ね、やめてほしくない、ね、やっぱりやめるリスクって俺はいつも抱えてるじゃん。ああこいつにやめてほしくない、それは全員ね、100人おったら100人だよね、200人おったら200人、教育業者もみんなそうだよね。でもあこんにちは社長お久しぶりですってやっぱり言われるだけで、ああ今日も現場で楽しくやってくれてんのかなって。だけど不満ってみんなあるから、じゃあそのおはようございますって言ったら、うん、ねもう 100% 信者って思われちゃうやんって、もうそんなこと思わないからね。よくそういうこと書くと本当にまあ言われるかなと思ったら先回りして言うけど、そういうこと思わない、いつも不安に思ってるし。でもそういうやつがおるなら、あのね挨拶しただけで、いやもう 100% あれで、おいこいつは俺の信者だなと思って、それって一番最初の話につながるじゃん、自分のことしか考えてねえやつって。だからね、まあこの見てくれてる子ってまあ若い子が多いと思うんですけど、その自分の損得で動いたり、うん、まあそのね挨拶とか嘘つきって、まあ今日明日のことにはすごいまあいいかもしれんよね、なんかいいっていうか なんちゅうかなちょっとわかんないけど、うん、だけど俺多分本当に俺もう面接の基準がここなぐらい、うん、ここってかもう挨拶できんやつはもう絶対採用するなんて、どんなに能力持っとっても、どんなにじゃあうちの会社に入ってあのこいつがお金産んでくれるって思っても、多分もう挨拶できない。まあ、僕そういうの堅苦しいんで嫌ですって、うん。挨拶って深いよ。あのおはようございますとかおやすみなさいだけじゃないでね。うん、どっか行った時の、ああ何々さん今日元気してますかとかさ、ああ今日はね、で取引業者下請けさん、じゃあ下請けには下請けみたいな顔してさ、だけど下請けってそのお金の流れが下なんだけど、もう別に仲間なんだよね本当。それなのになんか本当にさ。そういうやつおんだわ。なんか俺も下請けすごいやってたから、偉そうにするやつおんの。うん、こいつ挨拶もできんのかって本当思うんだわ。だから俺はもうそういうとことはもう取引もしない。もういくらどんだけ大きい仕事もらえても、俺も絶対しないからね。本当にしない。うん、まあコメントで何を書かれようが俺はもうそこは傷つかない。俺もう自信あるもん。もうそんなことしてもね、金いらんし別に。まあそんなもんかな。なんかちょっと今日まとまりが悪いんですけど、本当に、まあ皆さんもこれからそのお金だけの成功じゃなくてね、人生の成功をする上で、やっぱね、自分の、まあ俺の形と自分の形って違うと思うから、まあこれが全部じゃないし、自分の中でそのポリシーっていうかね、あれがあると思うから、それを大切にしやいいと思うんですけど、うん、だからね、自分の好きになれる人たち、全員好きじゃなくてもいいよ、俺も全員好きじゃねえもん別に。だけど嫌いじゃない人たちとやっぱこいつ無理やわーっていうやつらと付き合ってると、もう絶対になんか不幸が起こると思う。俺は不幸ってそのまあ分かんないけど、なんかいろんなね、ちょっとまとまってないですけど、まあ、そんな感じです。またチャンネル登録といいねだけよろしくお願いします。皆さんちょっとバイバイ頼むね。